よさこい大会の結果発表を行います。まずはコンテストに参加していただきました6チームの皆さんに登壇していただきたいと思います。輪っかの皆さん、聖夜の皆さん、兜の皆さん、レダ舞神楽の皆さん、みやび組の皆さん、そして若けやきの皆さんです。はい、じゃあもう少し前に進んでいただきましょうか。それでは発表してまいりたいと思います。まずはじめに東武コンビナート賞の発表です。東武コンビナート賞は輪っかの皆さんです。おめでとうございます。プレゼンの方、どうぞステージの方にお上がりください。東武コンビナート賞はライオン洗濯用洗剤と歯磨きセットを送らせていただきます。プレゼンターは鹿島東武コンビナートを代表いたしまして橋本様よりお願いいたします。元の位置にお戻りください。橋本様ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして JA なめがた塩菜賞の発表です。 JA なめがた塩菜賞はみやびの皆さんです。おめでとうございます。みやびの皆さん前へどうぞお進みください、はい。プレゼンターの方もどうぞステージの方にお上がりください。プレゼンターは JA なめがた塩菜塩菜地域センター晴れ様より副賞といたしましてお米と神栖市特産のピーマンが贈られます。おめでとうございます。ぶっちゃけ祭り実行委員会会長野口博之です。副賞といたしまして高木商店様の缶詰セット、
重たいですね。そして西武コンビナート様より花王製品です。鮮烈な、ね、戦いを見事勝ち抜いた第15回神栖ぶっちゃけ祭りコンテスト、最初に大賞チームを先に発表したいと思います。ぶっちゃけ祭りコンテスト大賞チームはカブトの皆さんです。おめでとうございます。またお届けしたいと思います。続いて準大賞の発表を、ね、先にさせていただきたいと思います。はい、準大賞は根田舞神楽の皆さんです。おめでとうございます。すみません、カブトの皆さん、一度お下がりいただいてもいいですか。大変失礼いたしました。まず準大賞の皆さんからね、表彰に移りたいと思いますので、では準大賞の根田舞神楽の皆さん、前へお進みください。プレゼンターは神栖ぶっちゃけ祭り実行委員会会長野口博之です。まずはじめに賞状の授与を行います。賞状、賞状、神栖市町村根田舞神楽殿、あなたは第15回神栖ぶっちゃけ祭り2024よさこい大会において当初の成績を収めたのでご了承します。令和6年9月15日神栖市長石田進む代読、おめでとうございます。市長としまして、ぶっちゃけ祭り実行委員会より金一封10万円の授与させていただきます。まずはじめに賞状の授与です。
賞状茨城県知事賞カブト殿、あなたは第15回カミスぶっちゃけ祭り2024よさこい大会において当初の成績を収めたのでこれを賞します。令和6年9月15日茨城県知事大井川和彦代読、おめでとうございます。続いてパネルの授与です。大賞の兜の皆さんには副賞として木内聖火様よりどら焼き1年分が贈られます。そしてカミスぶっちゃけ実行委員会より金20万円が贈られます。していただくんですけれども、本当に感謝を込めて演舞したいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。それでは大賞を受賞した兜の皆さんには演舞の準備をお願いしたいと思います。最後に演舞をご披露いただきたいと思います。受賞した6チームの皆さん、本当に